タイラー・ライアン・ジョンソンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、マウンテンビュー出身のプロバスケットボール選手。NBA のブルックリン・ネッツに所属している。ポジションは、ポイントカード。カリフォルニア州立大学フレズノ校で4年間在籍し、通算128試合に出場するなど、同大学の中心選手として活躍した、ジョンソンだったが、2014年の NBA ドラフトでは、 どのチームからも指名を受けることができず、同年夏の NBA サマーリーグで、マイアミヒートの一員として参加。そこで、ヒートの首脳陣の目に留まり、トレーニングキャンプに向けての契約を締結。しかし、開幕前に解雇され、ヒート参加の D リーグチームのスーホールズスカイホースに、送られ、改めて NBA 入りを目指すことに。そして2015年1月12日に、 ヒートと10日間契約を結び、念願の NBA 入りが実現。その後再び D リーグに送られたが、2月に正式に2年契約を勝ち取る。3月7日のサクラメントキングス戦では、両チームサイトの44分間プレーし、自己サイトの24得点を記録。延長戦となった激戦を制する原動力になった。2016年7月3日、 制限付き FA となっていたジョンソンは、ブルックリンネッツが提示した4年5500万ドルのオファーシートにサイン。ヒートは10日にネッツと同じ契約を提示し、ヒートとの再契約が決まった。2019年2月7日、ライアン・アンダーソンとのトレードでフェニックス・サンズに移籍した。2020年2月9日、サンズから契約解除され、FA となった。 2020年6月23日、かつてオファーシートにサインしたブルックリンネッツとシーズン終了までの契約を結んだ。ありがとうございます。